ね。なんか一人でルパン三世一味をやってる。全部入ってる。一人。次元も。一人ルパン三世。全部入ってる。めっちゃいいやお前。ルパンも入ってるし。ね、この番組は企業とタイアップして商品やサービスを全力で PR。企業案件の新境地を切り開く番組ガッツ 100% テレビ笑いと愛が企業を救う。先週に引き続き履歴書面接なしですぐに働けて働いたその日でお金がもらえるスキマバイトアプリシェアフルの PR をお届け。前回得意な種目でミッションクリアを目指す企画に挑戦。小手が入ったタイムが、17秒でございます。クリアならず。5、6、シェア。シェア。3球だめ。見えてなかったね。はい、本当にシュート速くて。残る尾形さん、新山さんは成功できるのか。さあ、続いてのチャレンジャー誰いきましょう。はい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 新山でいいですか。はい。おしゃれ。新山でいいですか。え、新山さんいけるかな。いけるかなじゃないねん。強い気持ちでいくねん。はい。あらあらあら。なんでここにノリある。振ってくれてるね。ちゃんとくれてたんですか僕のギャグ。ありがとうございます。これ僕のあの関西で封印してきたギャグ。封印した。久しぶりに東京で。東京でということで、はい、新山におしげ。やってもらうのはですね、はい、妨害タッチアップでございます。何ですかそれ。妨害タッチアップ。新山の体にゴムチューブを装着して、はい、15秒以内でタッチアップして決めフレーズを言えれば達成。ほう、はい、外野手がフライをキャッチして外野手は利き手じゃない方の手でバックホーム、はい、で新山は捕球と同時にスタートしセーフができたら、決めフレーズをお願いします。わかりました。はいじゃないお前嘘でしょとかさ、いやこれ無理でしょとか言わないと。俺も思った。何はいってお前これだからこんな無理でしょゴムでやんでしょ、うん、びっくりした無理でしょこんなって一回言えよ。一回リアクション取るために振っとかんと。これだからリアクションの時難しいからこれ言わなあかんねん絶対。そうだな。はい。言ってられへん。ちょっと待ってこれ無理。え、これ伸びんのそんな向こうまで。ライナー。いやいやいや、だから引っ張りつつってことか。そうそう、ナダルごと。そういうことか。ナダルごと。ナダルさんごと。めっちゃ怖ないこれ、大丈夫。怖っ。おめっちゃ怖いねんけど。これ、ちぎれないこのチューブ。ちょっとめっちゃ怖いねんけど。怖い感じでこうやってもらったら取るわ。はい。新山妨害タッチアップ1回目スタート。あらぁ痛い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 痛かった。あー怖かった。頭見つけてこれ痛い。あー怖かった。あーセーフ達成。はいお疲れ様でした。おクランクアップです。おーいちょっと待ってください今失敗しちゃって、失敗しちゃいました今、はい、野球はもうやったことないんで、はい、完全に笑い取りに行こうとしてたんでボール取ってくださいじゃあ。そうですか。ボールを取ってください。笑いじゃない。笑いも取れなかったです。笑いもファンブルしてましたけども、はい、やりましょう。お願いします。ラスト1回だけね。お願いします。1回だけでしょ。オッケー、オッケー、決めよう。もう1回で、もうあと1回でいいんですね。あと1回でいいですね。ラスト1回決めましょう。これで新山妨害タッチアップ2回目、よいスタート。おなんじゃこりゃ。お、あいったい。なんじゃこりゃ。お、あいったい。なんじゃこりゃ。痛い。くそ。大丈夫か。痛い。あ、痛い。大丈夫か。痛い。痛い。なんしてお前。せーの。シアグレ。何がや。そんな青春で逃げ切れるか無理ですか。いいところ一個もなかった。こんな
トラブル続きの。紐ちぎれましたもん。紐がもうちぎれました。ゴムちぎれ、ゴムちぎれの始まり、すんなり投げれ、はい、普通のタッチアップアウト普通のタッチアップアウト挟んで、ね、マジで、あ、これはカット候補です、青春シェアフル映んないんですか。青春良かったですよね。青春テーマですよね。青春、いやいやいや、もう笑いかがでしたか今の。良かったです。良かったですか。良かったんだ。いや笑いすぎ笑いすぎ笑ってはなかったです。まあとりあえず新山の妨害タッチアップチャレンジ失敗という。最後良かったけど。良かったけど。いやいや良かったじゃないですよ。アウトになってるんで。ハプニング笑い結構ありましたしね。ありましたね。ゴムちぎれて人笑いとか。はい。あ、こいつがこれを噛んで俺に引っ張らした。そう、引っ張らしたらなんか、はいはい、もう一個ちぎれて、二回ちぎれたって言って。意味わからん。わざとじゃなかったですね。マジでちぎれた。こいつが惜しかった。はい、それちょっとこうそれぞれが空いてる隙間時間でこうお笑いを。あ、隙間時間で。隙間笑いや。隙間笑い。隙間笑いの。そう、隙間笑い。笑いすぎ笑いすぎ。そういうことだ。そうです。そうだよ。それ狙ってた。この後そういう隙間の流れあるんでちょっとやめてください。すっごいいいと思ったらすっごい悪かった。やめてください。ダメだったそれでは尾形へのミッション発表いたします。何ですか尾形。なんと5キロのボールでリフティング5回。無理だし、5キロって結構でしょ。やってますね。いや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 、日本やってくれてすごいな。やってくれてます。5キロって相当よ。5キロって足潰れてまで、そんな岡田さんにやる人大丈夫なあこの小判ザメ、こいつについてても儲かれへんの儲かるねーガッツのリーダー儲かるねこそ正義サンキュー。いやマジできついな。15秒以内で15秒。また5ポイントです。投げられた5キロのボールでリフティング5回行う。投げられたやつです。自分からじゃないです。投げられたボールをこうリフティングで5回行う。なるほど。こちらが5キロのボールですけど、5キロ一旦持ってみますか。はい、はい、うわーちょっとおやりすぎだろこれこれやりすぎだわ。いやこのボールほんまにこの前も使ってドッジボールしたんですよ。これそんなリアクションはずないんです。やばいっすよこれ。これ誰に投げてもらえますか。いやここはもうやっぱりレギュラーとしてやっぱナダル信用あるんで。なるほど。ありますか。ここはもう助け合いでナダルにちょっとやってもらおうかな。リーダーお願いしますよ。はい、どこら辺がやりやすいですか。俺のイメージはポン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 で一回ここに乗せて、でポンポンで、うわかっけー。いいですね。仙台育英のエースやから。いいです。さすがです。見せてください。ガッツガッツ。それでは尾形、5キロボールでリフティング5回。1回目のチャレンジ、おしスタートよ。うわー、ちょっと怖い。うわー、ちょっと怖い。あー、そんなもんかい。無音が。こんな向き。こんなもん書いてる。こんな向き。ワード出してくれ。なんかワード出してくれ。なんでもええ。うわ、さえてくれ。音だけやめて。シェアフルちゃう。決まってないっす。おい。何してんねん。すいません。ちゃんとやってもらっていいですか。行きましょう。ちゃんとやりましょう。ラスト一回ちょっと行きましょう。俺も行きましょう。これだから成功した方がいいんだ一回。そう。ちゃんとした方がいい。マジでマジで。はい。でも旬もサッカーやってたからちょうどええとこ分かるんだ。あ、そうそう分かりました。桃らへんっすね。ここら辺。これ決めましょう。では、尾形、5キロボールでリフティング最後のチャレンジ。よーい、スタート。おお。よっしゃおおよっしゃおおシャーフルーなんで2人やねんなんでやねん中村入れたねん中村入れたねん完全に中村がいいパス出してましたよ。いやでも成功でしょこれは。成功です。成功しました。お見事。ロックいってた。さあ続いての企画に行く前にですね、この度シェアフル新キャラクタースキマロが誕生したということで、スキマロ、スキマロね。まずはですねスキマロちゃんのプロフィールをご覧ください。はい。誕生日1月1日。お、これはシェアフルの創業日。あ、そうなんだ。好きなことお誘い。あらららー、
可愛い。本番空いてるみたいなね。本番空いてるみたいな。みたいな。みたいな感じのお誘い。すいません。そして好きな場所。ぴったりハマる隙間。あららら、いいな。確かにハマりそう。ピタッと。ねえ、で好きな食べ物がごま塩。ああ、いい。美味しいもんね。お腹いっぱいになるね。声でかいだけやね。全然気の利いたところでもいいね。ここから見せますから。ここから見せますから。趣味、顔はめパネル。分かったもんね。楽しいもんね。だってニューって毎度聞くと。記念になる。CM で秋山さんも。あ、そうなんだ。そういうことが繋がりました。繋がりました。こういうこういうの言ってほしいんですよ。こういうのを言ってほしい。はい、自分でだから。なるほど。好きなミュージシャン書き忘れてますよ。好きなミュージシャン。好きなミュージシャンいる。スキマスイッチですよね。いいじゃないですか。他何かありますか。はい。一応これみんなプロフィールを見てスキマロちゃんいじり良きところでっていう台本書いてて、まだ良きところ来てないんですよ。お願いします。さあ、スキマロちゃんが好きな何がありますか。好きなでもいいですし、座右の銘とかもあるんじゃないですか。はい。ああ。うん、あ、良きとこだ。あ、今良きとこじゃないです。良きとこ。良きとこ。良きとこの最後がナダルのあーはないです。あ、じゃないですか。ナダルのあーで良きとこは来ないです。良きとこ来てないか。良きとこ来たと思ったんだけどな。あ、スキマロないですね。スキマロでなんか謎かけみたいなの。スキマロで謎かけ、スキマロとかけまして。はい、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 年の離れたお兄ちゃんと解きます。年の離れたお兄ちゃんと解く、その心は。どちらも湯気が立ってるでしょう。頼む、かかれ。かかってないです。一か八か行き過ぎです。湯気立ってないです。立ってないですか。立ってないです。一か八か過ぎです。すいません。もういいです。もういいです。もういい。あ、やめよう。もういいです。ガッツでもういい。もういい。よきとこ。頭とかじゃないんですよ。さあ、じゃあ続いての企画参りましょう。隙間工事君まろ、隙間ぴったり漫談バトル。やりましょう。やりましょう。はい、今から皆さんにですね、綾野浩二君まろさんならぬですね、隙間浩二君まろになっていただきまして、漫談でバトルしていただきます。はい、いてーとかないんですか。あの、あ、お待ちください、ちゃんと用意しております。はい、チャレンジャーはですね、まあ、仕事バイトにまつわる漫談を披露。はい、で漫談が始まると、こちら壁ね、両サイドに今横たわってますけど、こちらの壁が両側から迫ってきます。これはやばいでしょ。はい、壁は5秒経過ごとに移動し、30秒後に隙間ぴったりにバチャッとなります。だから、はい、死にます。死にまして。死にます。おかしいでしょ。あの、そのタイミングでオチをつけてください。だからちょうどここ、ちょうどここで隙間でぴったしっすもんね。はい、そこで落ちを早くても遅くてもダメという。ちなみに、あの、一回触りに行ってもらってもいいですよ。ちょ、あの、意外に、あの、ちょっと本当にちょっと待って、怖っ、うわー、ちょっ、痛っ、これやばっ、これやばいわ、これ痛いのよ。ちょっと待ってください。これね、リアクション取れないやつ。これ痛いのよ。ちょっと待ってください。これちょっと、ほんまにやばいっすわ。これから画素数粗めに撮ってください。いや、だからほんまにこう、かなりこう、こう普通にこうやって触っても痛いですから。そうですね。そうですね。私はこれを一回、やってほしかったんですけど、ガッツ 100% っていうのを忘れてました。ガッツ 100% に聞こえるんだよ。ですよね。そう聞こえてしまったので、これは私の責任になります。穴開いて隙間増えましたよね。あ、うわ、穴開いて隙間増えました。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 嬉しない。お、いいね。あ、濃いわ。濃いですか。似合うじゃん。めちゃくちゃ似合うっすやん。この髪型したらめちゃくちゃいいっすよ。怖いな、これ。さあ、それでは新山の隙間ぴったり漫談です。はい、スタート。さあ、世の中には働く女性のバイトの方もたくさんいている。ぽいぽいぽい。時給はどうなんだ。時給はどうなんだ。世の中には時給が安いところ、高いところ、さまざまなバイト先がある。どっちがいいんだ。もちろん高い方。どちらも花も時給も
高い方がいいよねと思いませんか。シェーなんオチがよく分かんねえよお前。ちょっと待ってください。何すか。その多分さっきのいろいろなことで、うん、最後の推しが全然来ないんですよ。その優しい、ね、気遣って優しい。そういやーってなりたいんですけど、そうですね、いやーって言いたかったんですけど、なんかちょうど肩にピトッて気持ちいいピトッて触れたところで止まったんですよ。2つもっと来いよと。もっと来てガッて来ていいですよね、はい、穴開けてくれと。もっとガッて来てくださって大丈夫。だって新山挟まってだいぶ当たってから 2,3 秒経ってからうわーそうね。あと そのさ、お前の中のその君まろさんがちょっと邪魔してる気する。あ君まろさんもやっぱ難しくて。俺分からへんの。俺君むずいよ。知らないもん。知らん俺も。どうでしたか今のその漫談は。いかがでしたか。かなり期待してたので、はい、がっかりされてますね。すいません、がっかりされてます。目に見えてがっかりするわ。そんながっかり出さんでもええやん。あんなに出ねえ。めっちゃ出すやん。ねえ、なんか、ほんと、弱からへんかったら時給も花も高い方がいいんだよ。見てないもん。やっぱ君まろさんって女性のことをなんか言うおばさんとか、いうイメージだったから。まあ確かにね。中高年のみたいな。なんとかそう、中高年のや。そうですね、中高年のオスは忘れてました。そこをバイトとうまく絡めようかなと思ったんですけど、結局できなくて、はい、でピトって針が触れてこの後イオン花月という花月で滑り倒したコロコロチキチキペッパーズ公開ネタ見せ。お疲れさん、ひどい言葉投げるよね。ナダルさん隙間漫談で意外な才能発揮。なんかテンポ、テンポいいよ。愛がないやつやっべえぞ。もうびっちょびちょやこれ。あいいですね。いいですね。いるわ、いいですね。こういう人なんか いそう。いい、ああ。あ、いいですね。自分なりの。じゃあ俺もあんま、これ大丈夫？君まろさんあんま知らへんから。30秒で落ちるエピソードトークも漫談は漫談ですから。なるほど。いいですか？OK です。ナダルによる隙間ぴったり漫談です。お願いします。女って笑いの感覚ねえよな。まあ言うてますけどもね、あの祇園花月という花月で滑り倒したコロコロチキチキペッパーズ、それを横で見ていたトータルテンボスの大村さん、公開ネタ見せ。お疲れさん、ひどい言葉投げるよね。その後見ときなって言ってトータルテンボスさんが出ていきました。そしてしっかり滑って帰ってきました。今日の客ダメだ。お笑いって難しいよね。女女女イエーイイエーイ。あれ、こいや、穴開けてくれ。ごめん、嘘、痛い。はい、だだだだだだだ。さあ、いやなんかテンポ良かったですね。テンポいいよ。テンポ良かったですけど、思ったより早めに落ちいって時間余ってらっしゃいました。余ってらっしゃいました。余ってらっしゃってしばらく待ってました。ドキドキしながら。一番最初の入りとかめっちゃワクワク。掴みみたいな。掴みみたいな。入りまあまあなこと言うてませんでした。まあまあ言うてますけどねみたいな。女って笑いの感覚ないですよね。さあ始まりました。終わりやろそんな掴みやったら。お前らに教えてもらう情報しかないからね俺も。ほんま思ってないですけど、そういう風に金村さんがやってるって言うからね。女って笑いの感覚ねえからよ。結果一番腐したのトータルさんやしな。シンプル面白かった。シンプルに面白かった。これ大事。すげえ。大事よ。さあ大井田さんいかがでしたか。時間は余ってたなと思ったんで。時間はね。むずいっす。やっぱさっきのやっぱ穴開くっていうのは怖いから。怖いですからね。これが案外ね、どういくかっていうのはちょっと。さあ30秒でしかも喋ってっていうのはなかなかどういくのかっていう。センスだけ使いこなしておりますけどね。皆さんちょっとガッツを忘れてんじゃないですか。ガッツ忘れてる。確かにな。漫談ということでちょっとなんかその静かになってませんか。確かに確かに。忘れてた。忘れてた。俺忘れてた。お前取り返してくれ。ほんまや。ガッツですよ。振ってるね。ちゃんと振ってますね。いいメンバーなんじゃないですか。いいっすね。ええな、ほんまや。せーや。なんか似合ってる。ぽいぽいぽい。いいですね。この髪型は。お前めっちゃ似合うやん。一人でルパン三世一味をやってる。いや確かにやれお前。全部入ってる。一人。お前めっちゃええやん。次元も。一人ルパン三世。全部入ってる。めっちゃええやんお前。ルパンも入ってるし。全部入ってますね。ゴエモもあるな。ガッツでいきますから。ガッツでいけますか。わかりました。中村による隙間ぴったり漫談です。お願いします。この前ね、アルバイト行こうかなと思ってバイクにまたがりました。ふーん、
ブーンブーンキキー、危ない危ない、赤信号を守らないと。青信号に変わってブーン、バイトについてやってもた。今日は休みや。俺は何ができるの、べしゃれるの、それでいいじゃない。バイト出て、あー危ない、だいたい、すいません、すいません、あの前振りがやったガッツ足りてないの振りなやったガッツ足りてないんでびっくりした、ガッツゼロすぎてびっくりしたんですけど、びっくりした、お前一番声量なかったでも、あの声量ない方でいこうかなと思ったら微妙なラインの声量としてし難しいことになっちゃいました、はぁ難しかったガッツいきます、ガッツでいきましょう、回してください、いいですね、隙間ぴったり漫談です、お願いします、はい、こんにちは、生まれも育ちも初芝橋本です、どこですか、私ですね、ありそうやけど、この前ですね、あのバイトに行きまして13年間バイトしまして、私一生懸命やってたんですよ、するとなんだ、あのおつまみ食いでクビになってしまいましたよ、そしてね、その後になんだあれ、あのジュースを飲んでコーラを飲みましたけども、コーラがシュワ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 、痛い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 よ、これは本当に痛いよ、いや、挟むゲームですか、20秒ぐらいで落ちやった感じ出した、ありました、バイトクビになったんですよ、あ、言うと言うと、その後ジュース飲んだんですジュース飲んだんですよ、コーラ飲んだんですよ何をするんですか、いやもう僕があのつまみ食いでクビになったっていうのは本当の事実なんですけど、それ、あ、そうなんですね、それで落ちてたんですけど、ちょっとお二人に聞いてみましょう、いかがでしたか佐藤さん、良かったです。良かったです。明らかに口が少ないし。小林さんいかがですか、小林さんは。トークがしっかりしてたの、炭酸飲みたくなりました。してねえだろ、トークがしっかりしてた。炭酸が飲みたくなりました。いやいや、おかしいだろ、それ。絞り出していただいてという。もう、頑張ってくれた。難しいわ、これは。ここでですね、シェアフルさんから新サービスのご案内があるということなんですが、これ荻田さんがご案内があるということなんですけども、はい、あ、ちょっと待ってください、せっかくですからご案内もねちょうど30秒ぐらいがそうですよ、そりゃそうですわ、確かにこれはやってもらわないと、荻野浩二で、はい、似合うな、似合うな、荻野浩二行くの、荻野浩二が行き、はい、あ、一番君まろ風です、多いな、一番君まろに近いです、一番似合うな、それではシェアフルさんの新サービスどういったものなのか、荻田さんお願いします、はい、お願いします、シェアフルはスキマバイトにとどまらず他のサービスもしております、それは、正社員にチャレンジできるというもので、シェアフルのスキマバイトを頑張って、その実績をもとに正社員になれるっていうことができる、実績ってどういうことよ、はい、質問あるんですよこれ、はい、なのであの無料で無料なのサポートがついて、あの正社員になれるまであのどん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 一緒にお手伝いをして、決めるというシーンやっております、お願いしますガッチャンやってると俺もか、痛い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 、ダメー芸人がダメ、せっかくなので荻野さんの PR をおさらい、正社員の就職転職支援を行うシェアフルエージェントは、スキマバイトとは別のおよそ5万件の求人からぴったりのお仕事をご紹介、履歴書や職務経歴書の作成代行などキャリアアドバイザーが転職活動を無料でサポートします、ぜひご活用ください、いやいやいや、お見事でしたよ、いや、よくやったよ、ガッチャーだわ、次週も続くシェアフル PR、 サッカーのクラブチーム相手にアプリで集めた最強バイト軍団と一緒にフットサルで挑め、おじさんじゃないですか、おじさんとか言わない、ちなみに横塚さん今おいくつですか、今32です、32、スポーツ長いことやってらっしゃるんじゃないですか、はい、野球を、野球を小学校1年生から大学卒業、なんで2000件の中から32の野球を選ぶんだよ、言葉選べよお前、32の野球選ばんでいいよ、32の野球、さらに謎の助っ人も、あ、なんかあれちょっと待って、見たことあるよな、なんか目が、こんにちは、
登録、高評価お願いします。